このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれますようにアスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。元気でした。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、緩みについて話をしてみたいと思います。今私が取り組んでいる作業でございます。大変です、これが、ただね、非常にこの緩みというのが重要でしてね、今回はそれについて話をしてみたいと思います。緩むとどうなるかね、そのあたりのねメリットを中心にご案内をしていきたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。さあ、そのですね、最近よく目にしますね、 YouTube 等々でも目にします緩み、中にはですね、脱力と表現する方もいらっしゃるし、リラックスと表現する方もいらっしゃいます。私は全部くくりの中で緩みと思ってます。私も今ね、学んでいるところなんですけれども、これが結構ね、習得が難しいんですよ。私はどちらかというとね、パワーに頼っていたように今思います。昔ウエットトレーニングもガンガンやっていたんですよ、ね、ベンチプレス100キロ上げて喜んだりね、スクワット150キロ上げて喜んだり、よーしと、で筋肉もついてきてですね、筋骨リュルになって、そして合気道に取り組んでいたと。あの時は馬力があったから、できちゃったんですが、今馬力がなくなりました。20年修練をして20年休んでたんですね、その間にですね、まあ、当然、技の精度も下がってきました。本当は下がっちゃいけないんですけどね、下がってきてしまいまして、そして今この YouTube をすることによって、また改めて合気道に足を踏み入れるようになったわけでございます。で、当時ほどパワーがなくなったんで、今初めてですね、あっと自分の技がですね、こんなにも未熟であったということが分かったわけですね。そしてまあ縁があって、この緩みというのにたどり着きました。今鈴木先生、新合気柔術の鈴木先生のもとで緩みの鍛錬をさせていただいてます。まあこういった一応状況なんですね。では緩みとは一体どういうことなのか、そしてメリットはどこにあるのかね、ということをね、ちょっとお伝えをしていきたいと思います。緩む、ね、相手を制するということですよね。メリットといたしましてはね、相手を制することができるための、まあ一つの策といいましょうかね、ということになるわけでございます。今までもよく言われましたね、この崩し、崩すために緩むんだということではなかろうかと思います。力ずくで崩そうとしても崩せません。相手も踏ん張っちゃいますから、これをですね、気配を感じさせないように崩していく、これが術ですね。これが術なんです。そのためにこの緩みというのがあると私は今、解釈をしてます。今ですね、まあ、これからお話をすることは、合ってる合ってないは別にしまして、今私が思ってることなんですよ。今私がこの状況で思ってること、たどり着いたことをちょっと言葉にするとどういうことになるかなということで話をさせていただきますね。で、緩みで、緩みのメリットはまず何かというところから話をしていきましょう。まず自分にとっていいのは、緩むと重心が下がるんですよ。重心が下がるということは非常に安定感があるところですね。そしてもう一つは、肘、肩、腰、膝が緩むことによって相手の体勢を崩すことができるってことですよ。この2つがね、大きなメリットではなかろうかなというふうに思いますね。力が抜けてですね、非常にいい状態になる、相手にとっては辛い状態、自分にとってはいい状態、これを作るのがやはり緩みではないかなというふうに今私は結論付けてます。要するに今ちょっとね、重心が下がるといった話をしたんですけれども、重心が下がるとどうなるかってことなんですね。一番いい例は、意識を失った人をですね、抱きかかえる、これをするとよくわかると思うんですよ。意識を失うとですね、ダランとしてしまうんですね。要するにこれって脱力した状態、緩んでる状態なんですよ。抱きかかえるのは非常に重たいわけです。あの状態を自ら作っちゃえばいいわけですよ、あの状態を。これがですね、緩みのまず一つ目ですね。意識を失った人になるという、脱力すると、重心が下がっているから重たくなるということなんですね。はい。で、重心が下がると自分にとっては安定感があるし、相手にとっては非常に重たい状態ということですから、有利に、運べるわけですね。で、これを作るには緩みが最適であるということで、肩、肘、腰、膝の緩み、そして自分の重心が下がる、さらには相手にですね、察知されないという、そういったメリットがあるわけなんですよ。これがあるんで、重心を下げる必要があると。重心を下げるためには何をすべきなのかというところで、緩めばいいということになるわけなんですね。問題はですね、ここでの問題は、
では緩んだ状態ってどんな状態なんだろうということを一度自分の体の中に収める体感をするってことですよ。これがなかなか難しいんですわ。これがね、なかなかね、自分でね、緩んでるつもりなんですけど、今でも鈴木先生によく言われるのね、影野さん肩力入ってますよ、肘力入ってますよ、もっと抜いてくださいと、どこなんだろうと、これでいいのかなっていうのがまだつかみきれてないんですね。もう少しかなというふうに思います。うん、でそれをね、一度体感できれば、例えば重心を下げる、今、まあ、呼吸法もよくやってるんですよ。呼吸法をやることによって重心が下がりますよね。意識してます。丹田に意識を集める、もう丹田下と言いますかね、丹田よりも下、にですね、もう意識をする、特に吐く息に置きましてね、そこに意識を持っていくようにします。そうすると重心って下がっていくんですよ。内臓を下げようという意識で吐く、ね、息を吐いてます。そういった意識を持ってですね、まあいつ何時でもその状態ができれば、あ、このここなんだな、この状態なんだなっていうのが分かりますから、そこに向かっていけばいいと、そこに向かって緩みを持っていけばいいということになるわけなんですよ。ですから一度ですね、その緩んだ状態を皆さんも体感していただけるといいんじゃないかなと思うんですね。あ、これが緩むってことなのかと。なかなか難しいですよ。特にまあ力いっぱいやっていた私からするとですね、あれだけ力いっぱいやっていたんだから簡単に抜けるかなと思ったんですが、これ癖なんですね。どうしてもうっと力が入ってしまうんですね。緩むってのはなかなか難しい。一度ね、この緩むっていうのはここまで緩めばいいんだと、ここまで緩めば相手の体勢が崩れるんだというところをね、今探ってる最中です。だいぶ分かってきました。呼吸法をやったり、鈴木先生のもとに行ったり、それをもとにこの自分で復習をしたりしていくうちにだんだんと分かってまいりました。これがね、緩みの正体じゃないかなというふうに思います。まとめますと、重心を下げるため、そして相手の状態を崩すための術、これが緩みなんじゃないかなというふうに思いますね。そうすればですね、気がグッと入ってきますんで、力は有限、気は無限と、開祖上柴森平王王先生も言っておられたようでございます。ですから、ぜひですね、皆さんもこの緩みというのをね、ぜひ体感をしていただきたいなというふうに思っております。今回は緩みというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさん